お疲れ様スラッです。今日はですね、こちらおじさんデッキやっていきたいと思います。ということで、クラロワにはね、まあ見た目がすごいおじさんなカードがいっぱいあるわけですよ。まあ他にはなんだろうな、ジャイアントとか、あとなんだ、意外とねえな、まあ見た目がもうジジイだって思うカードを集めたデッキで、ね、あとゴルナイもなのよ。そう、ゴルナイジジイ使いたかったんですけど、マイティおじちゃんって被ったんですよね、居場所が。どっからどこ見てもおじさんやん。っていうので、ちょっとマイティおじさんの方を取ってね、今日おじさんデッキということで、やっていきたいと思います。ネタ切れです。はい、ということで、よろしく。で、マジで、シーズン終盤なんですけど、トロアゲをやんなきゃいけないんですけど、ちょっと今日はおじさんだなって思いました。なぜかわかんないですけど、今日おじさんの気分なんでね、おじさんでやっていきます。ウルトラが多いです。エレスピです。さあ、ということで、まあロイエリージャイで、普通に相手はロイジャイかディガロケのガチデッキですね。当たり目か。まあだがしかし、この年金は結構強い。お、マジでディガロケだと、まあこれ入っちゃうんですけど、あのおじさんの許容です。やっぱジジイは許容してなんぼみたいなとこあるんでね。あはん。めっちゃいいですよ。だってこれで、まあ、相手がね、基本テスラで環境インフだったんですけど、一周戻ってテスラになってるんですよ。インフでした。いや、これ届くよね。いやはん。ルキジジイナイスー。いや、これだって相手も終わったっすよね。こんなんもう潜って、エレジャイの後ろ行っときなさい言うて、デリバリー振ってくるけど、逆サイ、ロッコスロイジャイでとか、防衛うまっ。びっくりしたね、これ。なんでっていうぐらい守られてました。だがしかし、これは、マジで、おじさんかけるおじジャイ。めっちゃいい。おじさん攻め。まあ、インフェ使ってくれるなら許せるな。これあれっすね、一周目おじさんが、施設で守られたとしてもよ、みんな。二周目おじさん。なんなら三周目おじさん。無限おじさんで、結構きついプランですね。で、マイティおじさんで、ディガ拾っていくよ。ディガじゃねえわ。いや、ディガか。さて、ダークプリー。いや、始めるじゃん。これ、生き得じゃね？あれだって、インフェねえよ。みんな。どっからどこでもないよね。これで回ったらもうずるやんっていう。あ、回るやん。でもエレキの追加が結構いい感じに、デリバリー間に合わない。いいね、いいね。まあでもうまいな、防衛がガチで。ただただ防衛うめえやん。結ロイか。これはね、冷静な結 G。 あー、射抜きたいな。射抜きたいけど、これは一旦我慢して次に備えます。はい、ハン G 出してアイス G。 いや、めっちゃいい。これ、両サイ G の完成。いや、マイティだれ、竹取るプランあるな。いやー、取れない。いや、マジで。めっちゃ微妙。いや、でも、アイズナイス。いやー、これ、粘りっすね。ケツの粘 G です。マジで許容。で、ロケなんすよ、これ。これ、ロケなんで、それだけはね、ちょっと、気ぃつけて。ロケス。いや、一生ケツから出しながらの、しっかり拾いたいね。いや、いいよ。いや、いいね。いや、マジでね、あるよ、これ。エレジェが。いや、いい。めっちゃいい、この、急な攻め。相手もびっくり。しかも、マイジーもいる。え、マジで、めっちゃ、マイジー竹取ってる。熱い、ガチ熱い。しかも、ロイが竹取ってる。いや、居抜けそうだけど、ここは一旦まだ我慢。居抜いてる。転生か、お前。うおい。ジージーナイス。誰かナイス。いや、マジで熱い。え、これやばくね？普通にだって、勝てないでしょ、こんな。普通に勝てないでしょ、これ。いや、わかんねえ。いや、マジで。今のは、マジ G が頑張りましたね。マジ G が。さあ、
LG、5G、いや、ドリ G、来た拾っていく。いや、これはね、一発やるんですね。あえてね、ゴブドリに対してはね、ワンテンポ遅く出さないといけないんですよ。ゴース G。トルネはないでしょ、さすがに。あー、ゴルネ型か。ってことは、相手、施設ないですね。端前マジャチ来たら来たでいいや。許容で。これ、エレジャイからの、マジアチじいちゃんで、あれマジ。あー、まあ、これは、冷静にマジで、ゴーストと、わ、マジでめっちゃ下手。ゴーストとムート、壊したかったな、今ので。さあ。テンプレですね。最近流行ってますね。このゴルナイムートのマジアチエレキのやつは。めっちゃ流行ってます。もう流行りすぎやんっちゅうぐらい流行ってますね。いやー、これ3話ぐらい撮ってたかな。まあいいや、スケ型か。トルネスケ。よいしょ。ウォールブレイカーとかないっすね。ちょっと痛い。マジアチ来たらエレキかな。やべ。いや、これゴルナイがさったらバカ強。いや、でも相手のゴルナイって、うまいエレキだな。スケカバー。なんか俺の方がダメージ入ってんの。いいやん、いいやん。いや、これは美味しい。美味しくもないけど、一旦の体としては結構優秀。かつ、なんなら結構ダメージ与えれそうじゃね？いけ、ジジコンビ。いやー。エレシャイ7コスになってね、全然通らなくなっちゃったよね。いやー、これ、紙取りに来そうだな。先にこっち縛っか。取りに来る？来ないで。いや、いい。これは、生き毒。いや、マジ、ロイがね、あれできついんですよ。いやー、生き毒とか言っても、取りにでも、ぴょーん。マジ、ドドスコ。グメマジやちゃで。いや、エレキやってくれたらガチ立つい。うぅー、ナイスジジ。いや、これでもさっきと同じなんだよな。いや、これはマジエレジェはね、ぶっちゃけ通んなくていいんですよ。この肉壁やろうとしてね、体張ってくれればそれでいいんですよ。いや、マイティ潜るか悩むね、これ。いや、潜ればよかったな。まあ、トルネ使ったから。耐えれる。さすがにこれは受けれない。俺これ守れば勝ちだな。なんか普通に勝てそうなんだけど。普通に勝てそうとか言っちゃって。いや、で、ここで一回男はね、引くんですよね。ジジイか。冷静なジジイ現る。いやー、マジでやばい。いや、強い。マジで強い。でも、トルネ使ったってことは、お主、覚悟しておけよ。マジで。あー、マジかよ。それ、やば。ガチでえぐい。まあ、射抜くんだけどね。ちょっと射抜きたい。ちょっとだけ射抜きたいだけなの、俺は。贅沢はいやん。ちょっと射抜かしてくれたらそれでいいんだ俺は。掘って掘って掘りまくれ掘りまくれ。さすが潜る。いや、これ熱いんだよな、マジで。普通に。いや、マジで射抜けん。お願い、マジで行くしかねえ。さすがにこれ行くしかねえ。ドリル来る。そんなん知らねえよ。いや、勝てー。ヨハンド。ジジイけ、ジジイ走れ、ジジイ。おい。おい。やば。ジジイの口臭にみんなやられてった、今。口臭パワー。チーム、口臭は最悪だ。よろしく。いや、でも、こう考えるとね、クラロワのおじさんって偉大だなってなるね。だっておじさんが強いから、クラロワ成り立ってんのか。で、これだってもうよく使われるキャラしかないですもんね。アインスニーズ、エレキ、マジ。ハン
ッターは最近安着のせいで見ないですけども、まあ、LG ってもう元々 G って呼ばれてるじゃないか。LGI は、まあ、7億数になってちょっと減ったけど、まあ別に使われないこともないよねっていう。いやー、これはマジで、ちょっとだけ空に強いんだ。これ、生き得じゃね？いや、間のセパやだね。結構いやらしいセパ来たね。対空多いんだけど、みたいな。まあでも、相手もこれ防衛しないといけないから、お互い様だね。お互いマジで防衛で忙しいみたいな。ザップ使う？まあ、ザップ使ってきたら、まあ、アイウィズでもよかったかな。エレキでもいいけど。さあ、まあ、踏んで、よいしょ。いや、でも、この自主デッキ、ちょっとだけ空が多い。アイウィズ、ハンター、エレキ、マジ。しかも、なんならマイティも、ちょっと対空っていう。エリージェイもだ。あれ？さては、親父デッキ流行るか？ちょっと強い。で、あれは、倒してくる読み。してこなかったら真ん中場まで綺麗に受けられるかな。いや、もうこれはもう逃げ得だもんね。爆破当たるし。よしよしよし。からのよ。まあこんなんはね、おられたらおられたでいいんすよね。ああ、ちょっとね、守ろうとしたって、すべて失うやつです。ごめんなさい。余計な真似しました。ちょっと守り単欲出ちゃったよね、やっぱ。これも冷静にさ、ラバデッキってエレジャイきついじゃん。で、エレジャイに対してババが強いんだけど、それをさ、俺が、この、ジジイ2種でさ、やべえ、マジで下手。ガチやばい。ガチやばい。まあでも、それしたらさ、相手が死んだみたいなないかな。いやー、墓石強い。いや、マジでちょっとうまい。いや、マジであるよね。いや、で、冷静に、ケツはやばかったかな。ケツだけは違ったかな。いや、勝てばいい。メガゴシぶきたい。マイティ爆破。うん、いや、いい。いや、これはでも結構カウンターチャンスじゃないのか。どうなんだい。真ん中 LJ は危ない気がする。いや、マジでしだれに行ってもいいけどな。いや、ババは来る。だがしかしよ、これ。結構いいのが、これよ、ドスコイロイじゃん。いやー、お、残ってる。いや、これ、いるか。いや、マジアチャー。よ、めっちゃいい。からなよ。このマイティで、まあ、左に行くのはバレるか。行かない。いや、熱い。これめっちゃ熱い。これ絶対来るし、ラバ。真ん中路行きたい。真ん中路行きたい。30秒もあるよ。いや、いい、マイティで。マイティにビビってる。いや、からの？え、めっちゃうまい。めっちゃうまい。相手、でも、ぐんちゃんだったよ、もう。ジジイにもう、お前、こっちにもジジイやないかい。こっちにもジジイやないかい。お前、こっちはちょっと若いおっちゃやないかい、言うて。やばいよ。3連単来た。ね。あれ？さっき普通に負けたんだけどな。別のデッキで。真面目デッキで。クラロはあるある。真面目にやってる時ほど勝てない。さあ、タルババ。ワンちゃんの G が来る。あー。
遅延スケラか、なんだろう、スケラの率は高いですけどね。いやー、まあ、これちょっとちょっかい出してみるか。何が来るかな。ポイズンでーす。スケラですね。まあ、これはもう確定と言っていいんじゃないでしょうか。いやー、まあ、ケツエレジャーやって、ベビー来たら即ハンター。で、これはもうタワーに頑張ってもらいます。いやー、許容でいいんじゃない?からの、逆ロイもあり。同彩でいっかも。いっちゃいっちゃ。いっちゃいっちゃもん。そのしらしら。トレネもあるからな、これ。居抜きたいけど、トレネで多分噛み合いそうだから、待っていいな。もう、してこないなら結構入るね。いや、めっちゃ入るやん。ええやん、ええやん、ええやん。ナイスやん、ナイス。あ、これ墓石しかも咲いてるサイクルだから、マイティもなんか出し得じゃない?いや、これ捨てていいな。普通にこれは、捨ててからの、端前エレジャイ左、結構熱い気がするけどな。なんならマイティ右に飛ぶのもあり。熱くね、これ。ね。絶対相手苦しいよ、どんどん。苦しくなってる。ああ。延命したいよね、さすがに。まあまあ、無理は、禁物の決字。いや、流れはいいな。スケラ抜けがな、意外とまあ、あるんすけどね。ちょっと苦しい。あれ、マジアチャでぶち抜きたいね。さあ、アイス G 出しながらの。いや、まあ、バルキリー。延命したい。いやー、じんじん。いやー、流れはいいんだよね。ここでだって、施設使ってんだから、端前エレジャー行ったら、普通はきついよね。まあ、相手は普通だからね。きついんだよ。冷静にきついんだよね。いや、でも、防衛がうまい。で、これ、マイティ出すと、変な位置にボス出してくれるんじゃない?どうせ。あー、真ん中に釣ってくるのか。俺が、いやー、やばい。わー、ダメージさ、思ったより出ねえな。いやー、でもいい受け。いやー、LG さっては生き毒?生きまくって、コスト使わして、みたいな。相手の人全部残っちゃうね、でも。ワンチャンスキラキソ。いや、このマイティ結構熱い。ガチで熱い。行きたきたへばりつきタイム。勝ちましたね。いや、しかも、なんなら、マジアチャで居抜く。お、マイティ強くね?あれ?一番活躍してる?さっきからもしかして。うわ、待って、マイティ。マイティ、いいね。いや、なんかこの、なんて言うんだろうな。最後の最後の、いいとこ取りやろうみたいな。ね。いや、でもそれがめっちゃいい。いやー、まあこれはないんでしょうがないですね。キャプテン、レビ。キャプテン!レッドセン。レッドキャプテン。キャプテンじゃないですか、レッドセン。レッドセン。レッドセン。今日は何すんすか、レッドセン。おい、ケーキやないかい。マジで、ポノス時代。なんだろうな、あのチーム戦の時も、一応、何年目だ?リーグ自体は3年目か。で、ポノス入って2年目の、最後世界3位だった時に、なんか一応僕がなんかチームのキャプテンをやらさせていただいたんですよ。そう、もう本当に。俺なんかでいいの?ってすごい思いながらやってたんですけども、もうね、その時はもう、やばい子しかいないって言ったらあれだけども、やべえ奴らバーだったからもう、大変でしたよ。まあ楽しかったけどね。KK とかがよく言ってました。レッツテン、キャプテンじゃないですか。
いいっすね、キャプテン。適当なのよ。あの子すごい適当だからね。いやーもうキャプテンね。キャプテン、ちょっと見たくないね。いや別に嫌とかじゃないけど。なんか小学校、中学校とかも、僕小学校から高校までずっとバスケしてたんですけど、小3から高3か。小中、謎にキャプテンとかやってたっすもん。マジで謎っすけどね。あー、マジで。なんだろう、ね、ここは違うけど、その後なんだろう、ゲームの方でやるなんて思いもしなかったですからね。とか言いながらボコボコにされてまーす。メガナイトブレイカーでーす。いやー、これはね、400周守んのよ、本物は。無理か。守りたいな、でも。いや、マジで俺守るわ。本気で。だって450守ればいいんだよ。いやー、集中するならな、もうちょっと前からせえっちゅう話なのよね。いや、入れちゃっても弱くなっちゃったからな。いや、一気に踏まれるか。にゃー、間に合わなかったー。寝るぜ、すんねんじゃキャプテンにつまらないっすよ、寝るぜって言われます。はい、おじさんデッキでした。またやります。お疲れちゃんでした。